暮らしはしてますか？タイヤです。佐藤君高です。よろしくお願いします。お願いします。もう12月半ばでございます。いや、もう終わるよ。もうあと2週間ぐらいしかないですよ。ね、やばない。いや、なんで関西だよ。やばないやばないマジやばいよ。やばいよやばいよ。どうしたの？関西弁通し切ってよ、そこは。いや、行きたかったけどできなかった、うん、ということでですよ、うん、今週も先週に引き続き、はいはい、たくさん来ております。かわいい子ちゃんたちが来ております。いい、早速呼びたいと思います、はい、アクアネクストの皆さんです。じゃがりこカプリコサリーシリコです。メロンパン大好きサキです。マサキです。よろしくお願いします。あれ先週決まったなかったっけ？なんだっけ？サポーテッドバイサポーテッドバイミサキです。めちゃめちゃじゃない。先週の放送聞いてくれてる方は分かると思いますけど。え、英語苦手？結構苦手苦手なんだ。 ABCD は言えるでしょ。あ、それは結構あ言えます。単語は何読むのがちょっと苦手なの？あ、それが。あ、そっか。あ、え、意味とかは分かるんで。あ、それはちょっと分からないな。分からない。分からない。いいかね。あ、なるほどね。え、好きな得意な教科とかある？あ、音楽。あ、ね、素敵。でも歌とかでも英語とかあるじゃん。ないの？みんなライブとかでやってて英語の部分あるじゃん。あるあるある。そういう時はどうしてんの？聞いて。何回も聞いて。聞いて。なんとなく。なんとなく。なんとなく言ってる。いや、英語の曲聞きたいよ。そういうコーナー作ろうぜ。お、いいですね。英語の部分を読んでもらう。え、めっちゃいいじゃん。え、ちょっとラジオ今先のニューホライズン。ニューホライズン。うわ、懐かしい。ニューホライズン。ぜひね、聞いてる皆さん、来週ね、英語の文送っていただければ。え、かやちゃんが読んで、ええ、なんて言ったか答えてもらう。あ、え、めっちゃいい。すごい。そのコーナー。うん。次のスピードラーニング。うわ、いいですね。で、どんどん英語上達していくんですね。この番組内で。聞き取れればいいわけだから、別にさ、書いたりできなくて。そうよ、会話ができればね、まるなんですよね。OK？ OK。 いただきました。楽しみですね。一番簡単なやつ。大体みんな喋れますから。ぜひぜひ送ってください。よろしくお願いします。え、さきちゃんは得意な教科、苦手な教科ある？得意なのは、なんかコミュニケーション英語っていう。みんな英語得意なの？え、あの、なんか得意なの意外と。じゃあいいじゃん、全然、すごい得意なんだもん。え、じゃあなんか今さ、みさきちゃんにさ、コミュニケーション英語って何？え、なんか、なんか、なんていうんだ、物語がメインになってる、うん、英語みたいな。全然わかんない。よくわかんない。なんかコミュエーって、あったコミュエーってやつだよね。そうです、そうです。あの、どっちかっていうと、そうなんですよ、そのストーリーがあって、ストーリーがあって、それを和訳にして文法とか、文法とか和訳して文法をここはこうでって覚えてっていう感じ。単語とかもいっぱい出てきて、喋ったりできるの？じゃあはできない。音読テストとかあるんですけど、うん、それあ全部 A です。すごい。マジで？すごい。じゃあ外国人じゃん。ほぼそうだよね。喋ったりするのがね、音読ってことなの？音読ができるってことは発音が良い。発音とかもいいってこと？メロンパンってちょっと。え？メロンパン好きなんでしょ、だって。え、そうですけど。いつもはね、俺らのためにさ、合わせてメロンパンって言ってくれてるけど。違います。え、メロンパン。普段は違うのかもしれない。あ、確かに確かに、うん。え、メロンパンって英語なんですか？それ言われると英語でも出ない。英語かもしれないし、英語じゃないかもしれない。パン屋さんに行った時さ、メロンパン。いや、先に言うなよ。言っちゃった。ごめんごめん。それ言っちゃうともうやれなくなっちゃうから、パン屋先輩。確かに、ごめんね。美味しいとこすぐ持ってくる。ごめん、奪っちゃって。メロンパン泥棒。確かに、いいね、じゃあ、さきとみさきで英語対決。確かに。え、めっちゃいいじゃん。うん、今度やろうよ。そうだよ。あ、それか、その英語文もらって読んで、私が読んで、うん、あの、みさきちゃんが答えて、うん、回答をさきちゃんからとかね。あ、あんなりとやるっていうのもいいかもしれないね。
苦手なのはある？苦手なのは、なんだろう、世界史みたいな、日本史、はいはい、世界のことみたいな、歴史系、そうですそうです、うんうん、苦手なんだ。苦手、あ、確かに暗記かもしれない。興味ないと覚えらんないもんね。マジそうだね。なんか人の興味ないもんな。分かんないですね。歴史とか。興味ないです。興味ないもん。ダメよ、ちゃんと歴史をなんとかかんとかって言うんだから。え？ねえ、歴史を学んで古事古事なんとかみたいなあるからね。そう、歴史を学んで未来を変えるみたいなね。ありそうだね。え、リコちゃんは苦手な得意な曲ある？得意なのは、うん、体育です。あー、いいね。え、何系が好きなの、体育の？でも、球技。あ、球技？球技なんでもいけんの？いや、バスケはできないです。あ、できない。できそう、できそうだと思ったらできない。バスケはもう全くできない。あ、じゃあそれ以外だったら、ね、球技、バレーボールとか。そうです、一番はバレーで、球技かわかんないんですけど、バドミントンとか、そういう感じのやつは好きです。いいね。え、苦手なのは？は、数学。あ、数学ね。確かに、めちゃくちゃ苦手。全くわからなくて。でもわかんないよね。わかんない。あの、公式みたいなの覚えないと絶対解けないでしょ、数学。覚えられなくて。覚えらんない、意味わかんない。毎回ちょっとテストが危ない。俺も危なかった。私も危なかった。なんなら赤点取ってた。ね。ということでね、そんなに皆さんの苦手な得意な曲が分かったところで、ここで1曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。シェイク。
ボコラディオ。続きましてメッセージのコーナー、ポスト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 。はい、ということでやってまいりました。このコーナーは皆さんのメッセージを紹介していこう、そんなコーナーでございます。ラジオネームシュンゴーさんからいただいております、うん、今回はハガキでねいただきました。いつも笑顔いっぱいのカヤとキムタコのフルボッコレディを作ってくれて本当に本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。カヤとキムタコのフルボッコレディオで私のメッセージを読んでもらえること、私にとってとっても嬉しいですし、カヤさんの CM いつも白石から見てますよ。また嬉しいこともあり、なんとこの度私がトークワンのワークショップに参加する運びになり、これからは外部のワークショップもやってもらえるように頑張っていきます。トークワンにたまに行ったりしているので、白石に来た際は来てほしいです。ライブにもぴったり。2022年はカヤさんが人気になりますようにといただきました。ありがとうございます。2022年はカヤさん人気になるように頑張りたいと思います。なりましょう、なりましょう。で、いや、これはあれですかね、まだ人気じゃないっていうことですかね。そうですね。違います。全世界に羽ばたいているんで。あ、そっか、気づかなかった。そうなんです。いいか、こっちが逆に。そうなんです。私あれなんですよ、ビルボードで1位取ったんで。ビルボードで1位取ったんで。ありがとうございます。取れるように嬉しいです、はい、今一緒にご一緒できて。そうなんですよ。なんか見てました。何でしたっけ、1位取った曲のタイトル。1位取った曲のタイトルは、はい、ハッピーハッピークリスマス、雪だるまでゴー。あの音関係ない。これも全米1位なんで。全米の価値も下がったもんね。ね、皆さんの想像する、ええ、そうだよ。ええ、もっとさらに行こうよ、はい、2022年。ゴーゴーゴーで行きたいと思います。2022年なんでね、うん、もう222でニコニコで行きたいと思います。ニコニコで行きたいと思います。何人か自分でも分かりませんけれども、はい、続きまして、アラスミシーさんからです。はい、カヤさん、キムタカさん、こんばんは。アカネクストの皆さんもこんばんは。こんばんは。皆さんは歯ブラシどんなの使ってますか？僕は以前歯医者さんに行った時に、歯ブラシ硬いの使ってませんかと言われて、あんまり硬いのは合っていないようで、それ以来普通というのを使っているのですが、最近セブンイレブンで買った歯ブラシがとても毛にコシがあって使い心地が良く、調べたら世の中本当に様々な歯ブラシを売っているので、いろいろと試しに買ってみています。ちょっと歯ブラシオタクになりそうな感じです。皆さんは特に芸能活動をしているので、歯磨きなんかにこだわりがあったりするのでしょうか？それと自分は丸々オタクだなと感じるようなことってありますか？あったら教えてください。今週もラジオ楽しみにしています。皆さん頑張ってくださいね、といただきました。歯ブラシ丸々オタク。私は歯磨きにこだわりっていうか、まあ、みんなやってるかもしれないんですけど、ライブ直前に絶対歯を磨かないとめちゃくちゃ落ち着かなくて、そういう体質なんですよね。ルーティーンみたいな。そう、ルーティーンみたいな。もうストレッチと歯磨きだけはもうライブ前には絶対するみたいな感じなんですけど、私ちょっと愚痴っていいですか、うん、ライブ直前に歯磨きをしてたんですよ、うん、そしたらとある共演者の、まあ、そこそこ仲いい方に歯磨きしてたら、そんなとこで歯磨きしてんのみたいな言われたんですよ。そんな姿見せてたら、なんて言われたか忘れたんですけど、まあそれだけどうでもいい話だったのかな、うん、まあ誰でも磨きますよという話です。どういうこと？何言いたかったか分かった今。私でも分かんないですね。分かんないです私でも。怖い怖い。なんかすごい世界に連れて行かれたんだけど。何今の時間。これが It's Kyle Bar。 いやですきっとね、通じた方もう私の運命の人なので、ぜひよろしくお願いします。そう、何々オタクとかあります？結構ね、男性の方だと多いイメージがあるんですけど、こう趣味とか、何ですかね。それアイドルオタク言ってないし。それもそうなんですけど、ほら、カメラオタク趣味に没頭するは別にあるからな、うん、はいはい、何々でもカメラもそうだしね、うんうん、そういうことでしょ。そうそうそう、なんだろうね、自分がオタクだなと感じるもの、あるみんな。あ、最近はアップルパイオタク、アップルパイオタク、うん、
なんかすごいいろんなところのアップルパイ、アップルパイって意外といろんなところに売ってるので、うん、そう？スーパーのパンコーナーだったりとか、あ、まあ、うんうん、ある、確かにある。あとパン屋さんとかでも、うん、なんかその場所ごとに形とか中にカスタード入ってたりとか、うんうんはいはい、リンゴの大きさだったりとか違ってすごいハマってて、アップルパイね、確かに美味しいね。あ、この時期ね、あったかいアップルパイとかめっちゃ最高だもんね。確かに、まあ、アップルパイいいな。おすすめあったら教えてほしいわ、ね、たまに食いたくなる、うん、言われても確かに食いたくなる、うんうん、さきちゃんはある？なんか最近ツイッターにもあげたんですけど、うん、あのアロマキャンドルにハマって、おしゃれ、言ってみたい、そんな探してるんですよ、今いろんなところ。ああ、そうなんだ、はい。アロマキャンドルって何なの？癒し？匂い？そうです、そうです。なんか火をつけるとめっちゃいい香りするんですよ。それがハマっててすごい好きです。何の匂い？何の匂い？なんかバニラが一番好きです。ああ、バニラ、はい。甘い系の？はい、そうです。でもそんなきつくない感じの甘いバニラ。じゃあ部屋を暗くして。そうです、そうです。やったり、あとお風呂とかで。炊いて。はい。炊きながらメロンパン食べてる、うん、いいね、すぐいいところに最高、いい、最高。そうか、アロマキャンドルがいいね、はい、女子っぽいわ、うん、うん、確かに。え、美咲ちゃんはどう？オタクがちょっと分からないんですけど、うん、猫が、自分の飼い猫が今好きで、うん、もうその子が段ボールの中に入ってピコッと顔を抜き出すところとかもすぐもう写真いっぱい撮っちゃったりとか。名前なんていうの？1匹目が、ポンポン、ポンポン、いいね、可愛い。2匹目がキャラちゃん、キャラちゃんなんか、なんでだか忘れてたんですけど、うん、キャラメルっぽかったから、な気がします。ポンとキャラちゃんね、いいじゃん。え、どっちもメス？あ、ポンポンが男で、うん、キャラちゃんがメスです。あ、男かわいい。男は男メスだね、男って、三髄の方のね、三髄の方の男ね、すごいね。めちゃめちゃムキムキになってる。多分すっごいそんな感じの猫ちゃんなんだろうね。いいね、うん、力強い感じ。猫オタクか。いいじゃない。いいですね。うん、え、君たかっちはあります？オタクって言われるまでないな。俺そのさ、うん、あの音楽とか、はいはい、一度もハマったことないのよ。何にも。うん、何にも無関心男なの。出た出た。でなんかみんなが羨ましい。あ、ハマれる何かを。なんかあるじゃん、男でもその、うんうん、ガンダムが好きだとかさ。はいはい、ありますね。ないのよ。つまんない男なのよ。じゃあちょっと来週プレゼンしてもらったらいいですか？いや、本当に趣味ずっと欲しいなってもうずっと思ってる。ガチャガチャどうですか？あ、ガチャガチャ。カツレツ？ガチャガチャです。ガチャガチャ、これ。ガチャガチャ？はい。あー、ガチャガチャ？何のガチャガチャ？何でもいいから。はい、なんか最近めっちゃ進化してるんですよ。いや、わかるよ。うんうんうん、音なるやついっぱいあるんですよ。うん、あれ、好きなんですよ、これ。どうですか、一緒に。こちらの世界で。もう会社の時にハマりましょう。そうね。ええ、何か欲しいと思ってる。ね、他にもね、なんか皆さんのおすすめの趣味あったらね、うん、ぜひ送っていただければなと思います。はい、以上、メッセージのコーナーでした。ウルボッコラディオ、続いてはガチンコクイズバトル、バン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 。はい、ということでやってまいりました。このコーナーはタイトル通りクイズでバトっていこう、そんなコーナーでございます、うん、もう分かったらね、早押しでどんどん答えていって1位を狙っちゃおう、そういう感じでございますので、はい、今週は1位目指して頑張るぞー。あ、本日は君たかっちがね、はい、問題を出してくれますので、4人で戦ってください。頑張ります。クイズを決めましょう。イエス。じゃあ早速いきましょう、うん、第1問、クモはコーヒーを飲むとどうなっちゃうでしょうか。え、クモ、お、溶ける、溶ける、あ、はい、私正解だと思います。はい、はい、お腹が膨れる、お腹が膨れる、違います。色が変わる、色が変わる、違う。
でも発想的にはさっきのが一番合ってた。あ、分かった分かった。溶けはしないんだけど。雲の糸が茶色になる。お、惜しいよ。でもこう変わってきた。惜しい。雲の糸、雲の糸とか雲の巣関連。え、どういうこと？糸が出せなくなる。あー、惜しい。出せなくなるんじゃない。出せるんだけど。はい、出せるんだけどくっつかなくなる。あー、違う違う。色が変わる。あー、違う違う。糸はさっき毛糸になる。毛糸になる。毛糸になる。モフ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 。めちゃくちゃいいじゃんそれ。ねえ、もう違います。買いたい。え、糸、色が変わるが近い。色が変わるが近く。糸は出せるんだけどどういう風になる？蜘蛛の巣作りますよね。細くなる？細くなる、違う。あ、はい。あのひし形みたいな形じゃなくって、うんうん、丸い形になる。あ、まあまあまあ、正解。マジ？正解。お、蜘蛛にコーヒーを与えると、うん、酔っ払っちゃって、うん、デタラメな巣の形を作ってしまう。かわいい。ひし形じゃなくて、みんなが思い浮かべる、うん、あの形じゃなくて、うん、変な形になっちゃう。すごいらしいです。ちょっとやってみたいですね。やるな。見たい、酔っ払ってる雲。雲って一応目はじゃあ虫か、虫の空かと思って。あ、もう最後まで、溶けるって。そんなファンタジー問題じゃないの。雲にコーヒーをかけるとか。まずね、我々上空に行かなきゃだけど、大変な作業なのか。ファンタジー問題。だから色が変わるとか言ってたの。なるほどね。茶色になるってこと。確かになりそうだけど。俺のちょっとイントネーションが悪かったかな。うん。雲って言っちゃったから。ごめんごめん。申し訳ないです。じゃあ一応かやちゃんが1ポイントということで。よっしゃ。第2問いきましょう、うん、第2問続いてもコーヒーの問題です。わ、またコーヒーの受け皿、うん、受け皿ありますよね、喫茶店とか。はい、はい、喫茶店にある皿、うん、あれの本当の使い方は何でしょう。はい、冷やす。一回受け皿に注いで冷やし、なんかそんなそんなのなんかそんな感じの聞いたことがあります。なんかこう入れるみたいな。冷やす、冷やす。そうです、冷やすために、はい、まあ、熱いじゃん、うんうん、熱々でくると、うん、だからあの受け皿に置いといて少し冷やしてから飲むっていう使い方らしいです。本来の使い方はね。そうなんだ、うん、なるほどね。一発正解出ました。強い、素晴らしい、すごい、まさかの。さあ次最終問題ですけども、どうしましょう。今1ポイントで美咲とかんちゃんが並んでますけども、どうしましょう。30ポイントぐらい。30ポイント。お決まりのね。はい、分かりました。お願いします。じゃあ第3問いきます。第3問、カフェと喫茶店の違いは何でしょう。はい、かんちゃん。外人と日本人。違います。なんだ。違います。さあ、カフェ。さきとリコ頑張って。カフェと、じゃあヒント。はい。カフェと喫茶店で出せるものと出せないものがあります。食べ物が出せる出せない。カフェで食べたことない何か。喫茶店とかはまあナポリタンとかありますけど。はいはい。コーヒー。いや、バカ野郎。喫茶店行ってコーヒーないですよ。え、あ、そっか。なんだろう、なんだろう。あ、何々を出せるのがカフェ、出せないのが喫茶店。あ、わかった。はい、かちゃん。水。出るわ、水は。お酒、お酒、お酒。正解です。マジ？アルコール類を出せるのがカフェ、出せないのが喫茶店。あんま見たことないよ。あんま見たことないよ。あんま見たことないで、カフェでね、アルコール出してますね。出せるのがカフェ。あ、出してるのがじゃなくて。なるほどね。うん、悔しい。リコの優勝でございます。大逆転勝利ですね。やった。ちょっとリコちゃんに勝てるように頑張んないと。ちょっとカフェでね、
アルコール飲みに行こうかと思います。ということでガチンコクイズバトル、本日はリコちゃんの勝利でした。早いものでエンディングでございます。今夜は12月22日に仙台ダーウィンにてサムライアパートメントさんのワンマンライブに出演させていただきます。配信もありますのでぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、12月25土曜日メリーメリーアイドルズ in 仙台ピットサポーテッドバイアットジャム。おシャーマンズのゆずきちゃんと一緒に私たちアクアネクストも出演させていただきます、うん、チケットはチケットピアからゲットしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいね、言えるようになりました。もう大成長でございます。サポーテッドバイ、サポーテッドバイ、最初スポートみたいな可愛かった、よかった。はい、ということでですね、うん、ぜひライブにも遊びに来てほしいですし、はい、メッセージも募集しております。あの英語でもう美咲ちゃんに答えてほしい英文をぜひぜひ送ってほしいので、よろしくお願いします、はい、宛先はかーやinfo@str-co.jp まで送ってください。今週はアカネクストの皆さんに来ていただきました。ありがとうございました。お相手はかーやと佐藤君隆でした。バイバイ、また来週。